アークテリクスのザックカバーが届いたので、開封していきたいと思います。今年に入ってですかね、アークテリクスがオフィシャルサイトが、オンラインショッピングできるようになって、初めて、そうなんです。アークテリクスのオフィシャルサイトで購入してみました。ここもなんかかっこいいですね。ブラック でテープも全部なんかアークテリクスって書いたテープで留められています。なんかこんな感じですね。でレインカバーなんで本当すごいちっちゃいものなんですけど、結構ワイルドなでかい箱に入ってます。こんな袋に入っています。これも結構おしゃれでかっこいいです。でレインカバーがこちらですね。まあ、開ける前にちょっと他のもの見ていきます。これがアークテリクス、リオ迷彩ですね。こちらは赤ちゃんのおもちゃがなっています。でがポストカードも入ってます。あとは、クッションとなぜかアークの封筒だけですね。封筒だけ入っています。多分この利用明細をこう入れてくださいっていうことなのかもしれません。でこれを開けていきたいと思います。定価が、本体価格が7000円プラス税ですね。なんで7560円あります。送料は確か無料でした。結構思ったより袋はでかいです。これが M サイズですね。大体50リットルから70リットルぐらいのザックに使うレインカバーになります。で僕はアルファ FL45 リットルってやつを使ってるんですけど、それにも S サイズじゃなくてこの M サイズが対応ということなんで、こちらを買ってみました。ここに、アークのマークがついてます。またちょっと後でカバンに取り付けてみたいと思います。結構思いのほか大きいです。じゃあ実際にバックカバーを、バックシェルター M を、α45 に、αFL45 に取り付けていきたいと思います。これ今、大体クライミングの僕がいつも持っていく荷物が大体こいつに入っています。今回 M サイズを買ってみたんですけど、実際には S サイズでも入るみたいです。 M サイズだと正直ちょっとでかいなっていう感じです。オンラインショップの方には M サイズで αFL45 って書いてあったんですけど、正直ちょっと大きいかなって感じです。ゆとりはこんぐらいありますね。で、ここに、テープがついてて、ここのこいつにカチッと止めて縛って調整するような感じになっています。 M サイズとか2本がついています。
たいにヘルメットつけてたり、この上に物をつけたり、いろいろしようかなっていう人は S サイズだとちょっとギリギリみたいなんで入らないかもしれないので、 M サイズにした方がいいかもしれません。